今回は前回ファーストクラスで福岡空港に到着後、さすがに飲みすぎてしまい、記憶がなくなり、気づいたらこの動画に映ってますが、モバイルバッテリーとスマホを首から下げて使うホルダーがないことに気づきました。その後、カウンターにて問い合わせしましたが、結局モバイルバッテリーは見つからず、それを調達するところからこの動画は始まります。それではどうぞ。当初の予定ではこの日は福岡の万葉の湯に行くぐらいしか考えておらず、結局調べたらモバイルバッテリーは空港には売っておらず、博多駅の駅ビルにあることが分かりました。モバイルバッテリー買いに2階行きます。機内持ち込み可能なモバイルバッテリー買いました。この日の夜の飛行機乗る予定でしたが、もうチェックインカウンターで荷物を預けました。これで身軽になったんで、あとは1日福岡空港で過ごします。まずはどこへ行きましょうかね。まだお腹も空いてないし、お昼には早いですよね。何かを探しに行きましたね。場所を見つけたんでしょうか。何を見つけたのかは後ほど。福岡空港の滑走路もよく見えて、空も晴れて気持ちいいですね。おお、飛行機見えた。同じようなところをぐるぐる回って、お次は何かを探しに行きましたね。これこれ、次はこれです。マッサージする時間はありましたので、まずはお店を探しにこちらにしたのかな。いや、こちらにしたんだったかな。まずは予約をしましたね。そうしてるうちにお腹も空き、そろそろレストランを探しに行こうと思いました。いろいろ迷いましたが、お昼はこちらにしました。黄金色の豚さんですね。とんかつうまそう。まずはカウンターへ座り、お水が提供されましたね。うまそう。料理を頼んだんで、ごまをすって待ちましょう。来ました、4元豚ロースカツ御膳1575円。このとんかつの色、肉の色もいいですね。うまそう。早く食べたい。それでは早速いただきましょう。まずこの一切れ目、これを塩をちょっとつけていただきます。これはうまい。さらにキャベツもいっちゃいましょう。うまそう。野菜も取れていい感じ。今度はからしをつけて、たっぷりつけていただきます。これやっぱりこの味最高。キャベツのおかわりをしました。ご飯と味噌汁もおかわりですね。おかわり無料。あと残りは3切れとなりましたが、またまたからしをいっちゃいます。たっぷりつけてパクリ。残りの1切れはすったごまをかけて、ソースもかけていただきましょう。もうとんかつは食べ終わりました。しかしご飯と味噌汁が残っております。この後どうやって食べたんでしょうか。その後2時からマッサージの予約をしておりましたので、マッサージこれから1時間癒されました。その後再びこちらへ向かいましたね。さてさて、何でしょうか。そう、見えてきました。これです。エニタイムフィットネス。
これがなんと空港内にあるんですね。福岡空港すごい。それでは入っていきましょう。私は会員なんですね。イン。中に入ると早速正面、わー、JALの飛行機が見えております。これはすごいですね。ジムの中から空港滑走路が見えるなんて、こんなとこ他にない。いつも北見で街中を見ながらするエクササイズも、ここでは滑走路飛行機を見ながらできるんですね。なんてこった。着陸シーンすごい。これを見ながらウォーキングマシンをやっております。こんな体験初めてですね。おお、これはジェットスターの飛行機ですね。こりゃ飛行機好きたまらんですね。もう最高すぎる。今度はスカイマークの飛行機ですね。いや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 、なんてこったです。いつもは展望デッキやラウンジから見る眺めが、ここではジムから見えるなんて。この眺めをいつまでも見ていたいと思いながら、いつも通り20分のエクササイズをしましたね。これで一汗かいてすっきりしました。空港内とは思えない、そんな福岡空港でした。最高。その後は福岡空港のカードラウンジに来ました。ここも静かで落ち着いた雰囲気でよかった。こちらのラウンジはソフトドリンク飲み放題か缶ビール1本どちらかを選びました。私は缶ビール1本をいただきましたね。こんな椅子に座って飛行機間近に、離陸着陸シーンを見れるなんて、本当に最高なラウンジでした。搭乗時間までゆっくりしましたね。確か18時発の飛行機だったと思いますが、これから東京羽田へ向かいます。搭乗時間になったんで飛行機へ搭乗したいと思います。いやー、福岡空港での一日いかがでしたでしょうか。帰りはマイルの特典航空券で無料で普通席で帰りましたね。この黒いシートも良かった。これから東京までのフライトです。離陸前の福岡空港の景色、それではこれから離陸します。バイバイ福岡。福岡空港無事離陸後、こんな景色が見ました。福岡の夜景ですね。今回はゆっくりできませんでしたが、またゆっくりしに行きたいですね。今回の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。旅でした。またー。ちゃんちゃかんちゃーん。旅、旅、旅チャンネル。いてくれてありがとう。じゃーん。